どうも、瀬田真です。どうも、瀬田真です。どうも、瀬田真です。はい、ということで、僕がこの3人の中で一番少女のこと知ってるんです。当たり前やろ、当たり前やろ、お前はだって血繋がってんねんから。今回はですね、僕が一番翔ちゃんのこと知ってるぞっていうのを、まあ、マウント取りたいと。まあ、どうぞ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 ということで、はい、第1回翔ちゃんをせめてものハンデとして、はい、今回は僕1人対あなた方2人チーム。あ、よかったよ。あ、で、あ、そうね、そういうことね。どっちか正解で1ポイント、2個や、両方止まったら2ポイント。そう。あ、じゃあちょっと有利だね。買った方は夏休み翔ちゃんと軽井沢に行く権利を与えます。軽井沢。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、メイキッドパッセボーウィズ柴田でーす。柴田でーす。いいですか、早速。はい、はい、問題です。でれん、好きな食べ物は何ですか。こっからだよね。これはね、わかるよ。俺は、僕ね、これ作って思ったんですけど、親戚とか関係ないですよ、多分。その、ヒカルさん以上の読めなさかもしれない。それでは、回答発表お願いします。せーの。うどん。ピザ。ドーナツ。ピザって言ってた。ピザって言ってたから。で、短い言葉を言いそう、この前。で、お前何？うどんかチュルチュルかっていうね。チュルチュル。え、チュルチュル。子供っての、うどんのことチュルチュルって言うから。あー、言ったっけな。だから、まあ、チュルチュルかうどん、絶対どっちかです。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、はい、正解発表いきますね。はい、はい、これでまあ、この翔ちゃんという。なんでこれめっちゃ大人になんかやられてるで、これ。すげえな、大人に。まあまあ、悪いな、これ。翔ちゃんに質問です。はい。好きな食べ物は何ですか。焼肉です。普通やった。てかもう普通の小学生みたいな。いやでも焼肉か。で、ちなみになんですけど、うん、好きな部位まで、部位とか聞いてくれました。ハラミやと思うな。どの部位が好き。脂身。脂身。何でですか。だって美味しいもん。かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。次の問題いきますね。はい、はい、ごう。嫌いな食べ物は何でしょう。あ、これは逆にこっちの方が当てたよね。これはさすがに知ってる。うん、もう絶対これ間違ってたらどうするんだよ。え、でもお前間違ってたら思い沢っていうの地に、あの、解明しするっていう署名運動やる。めっちゃ別に長野県知事が何も聞かへんけど、軽井沢に対して思い沢にしてくださいって言うやつ。多分お前だけだと。じゃあ花尾さん最後にします。あ、わかりました。はい、じゃあ先に2人の回答いきましょう。はい、はい、せーの。ドン。トマト。サラダ。おー、でもなんかいいね。ちょっと分かってて嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。多分これは残念ながらこれです。ピーマン。あー、王道に、王道の王道。ピーマンも迷った。もしかしてでもプチトマトもいいそう。それ俺やん。それ俺やん。プチトマトはさすがに全然。いや、あれ、それ嫌いな家系に多分入ってると思う。あー、でも多分、いや、そうやと思う。あー、まあそう。これまあ、まあしゃあない。じゃあ正解発表いきます。はい、はい、これちょっと渋いな。嫌いな食べ物は何ですか。好き。全部好き。全部っていうかトマトは嫌い。うわー。あー、マジで。やったー。父ちゃんトマト嫌い。じゃあトマトが嫌いな理由。なんで嫌い、トマト。だってあの味、奇妙な味するの。奇妙な味。奇妙な味。すごいな、そんな言葉使うんや。キム来たで、俺ら来ましたよ。軽井沢に一歩近づいた。これはちょっとつらい。これはつらい。いやー、ちょっとお尻ペンペンだぞ。さあ、次の質問いきます。はい、はい。どういう女の子が好きですか。あー、これね。え、でも言うて5歳でしょ。そんな深いこと考えてないんちゃうかな。これちょっとガチで当てに行きたい。はい、じゃあ回答発表お願いします。はい、せーの。はい、はい、優しい子かな。俺は可愛い子。僕は優しい。おー、あー、じゃあ優しいと可愛い両方カバーして。あ、これカバーじゃあ俺も正解発表です。奇妙な女の子とか言ったらほんまぶち飛ばせよ。奇妙な女の子はや、それ天才やん。どういう女の子が好きですか。あおちゃん。誰？好きな人いるんでか、もう早くない？あおちゃん？ませてない？あおいちゃん？あおいちゃん？あおいちゃんを当てんな、無理やって。あおいちゃん。あおいちゃん。あおいちゃん、付き合いたかったらちゃんと俺に許可取れよ。俺がお父ちゃんだから。さあ次の問題いきます。はい。将来の夢は何ですか？
いやちょっと待って、これなこれはちょっと難しい、これ難しいよ、難しい難しい。じゃあ、回答発表お願いします。はい、せーの、はい、えい、プラレールの運転手。俺、電車の運転手。電車の運転手。じゃあ、正解発表します、はい、将来の夢は何ですか。娘をもらいます。え、娘、なんで結婚したいの。かわいい。バスガキかよ、お前かわいいけど、マジでもカッコ青いとって見えたもん。え、そんな中普通に結婚願望みたいな、早くね。いや早すぎ。しかも言い方ですよ、娘が欲しいの。娘が欲しい。ちゃんとこの5歳にして娘はもらうものだという概念。やばくね。やばいやばい、やばいね。いやこれすごいわ、これ天才じゃない。なんか陰キャと陽キャって生まれた時から決まってるんじゃない。間違いない。次の問題です、はい、はい。何歳で結婚したいですか。いやこれはこれだから当てやすい、これ当てやすい、これ当てやすいじゃん。これはまあまあまあ、さあ回答発表お願いします、はい、はい、せーの、はい、はい。そんなのもうしたいよ。ああ、そう、わかる、考えたんやろ。俺は18歳って言いたいけど、はい、18は娘もらえなそうだから20歳。ああ賢いだけ。僕はお母様の結婚した年齢を推定して7歳ぐらいかなって。何してんのお前。どの回答だったとしてもすごいけどな、これもし、はい、誰か。いやでもちなみにこれはちょっと言ってほしくない。パパ的にはこれだからパパ的やから。さあじゃあ正解発表いきます、はいはい。何歳になったら結婚したいですか。6。即答。え、即答。6歳。今年じゃねえ。今年やんお前。今年やん。今年やんお前。これじゃあ正解でいいんじゃないですか。いや正解でいいけどな。これ正解は。じゃあ花尾さん正解です。じゃあさ。でもほんまに今葵ちゃんの家行ってさ、娘をくださいって言ってほしい。いやすごい、ね。言ったらお父さんどう反応するか見たいよ。もはや。葵ちゃんのお父さん伝言ドッキリ。伝言と葵ちゃんが付き合ってるドッキリ。やった。頑張れやん。さあ、じゃあ次の問題いきますね。いやー、面白い、面白い、やってんな。てんな、カナオくんの好きなところは。あー、これちょっと恥ずかしいな、これ聞きたいよ、聞きたくないみたいな。あるんか、そもそも。いやあるでしょ、さすがに。さすがにやってほしいけど。さすがにあるでしょ。じゃあ、回答発表、どうぞ。はい、せーの、はい。おもちゃをくれるところ。これは、いっぱい遊んでくれるとこ。あ、僕はたまに遊んでくれるとこ。あー、たまにね。頻度、頻度、確かに頻度で、頻度で守り合ってるから。ちなみにこの回答、自分で一番書きたくなかったから。金づるでしかないから。僕はおもちゃをいっぱいくれるとこね。じゃあ、正解発表です。これ、ちょっと最後まで聞いてください。はい、はい、花尾くんの好きなところはどこですか。困った。おもちゃいっぱい買ってくれるとこ。やっぱり、お金ね。お金じゃねえよ。お金がそんなんじゃねえよ、お前。お前正解だよ。やばい、よかったよ、かったよ、正解だよ、正解だよ、よかったよ。さあ、次の問題です、はい。安倍晋三に一言メッセージをお願いします。いやいやいや、晋三さんにね。晋三さんに過ぎるやろ。過ぎるやろ。いろいろむずいっすね。いろいろむずい。首相ってのをまず知ってるかってことですよね。じゃあ、回答どうぞ。せーの、はい。いつも僕たちのためにありがとね。これは、はい、マスクありがとう。もう届いてる。僕はコロナに気をつけてね。じゃあ、正解発表いきます、はい。安倍総理大臣に一言メッセージをお願いします。言いそうな気がするねんな。感染コロナウイルス、うん、書かないように。うわー、すげー。やばすぎ、やばい、それはやばい、そうちゃん、マジで、そうちゃん、賢すぎる、本当に、もうさ、誇りに思うわ、君を。え、だって、しかも、踊ったの、自粛前で、3月中旬ぐらいなんですよね、みんなの意識、全然まだ、そろそろちょっと、そろそろやばいな、意識が上がりつつあるぐらい、幼稚園児で、幼稚園児で言えるの。3月でこの意識の高さ、しかもその知識もあってみたいな。いやだから、で、安倍総理大臣をそもそも知ってる。いや、そうそう、っていうのがまずすごいし、で、その人が国のために頑張ってるっていうのも知ってるって。いや、そうそうそう、そう、ほんますごいことやばいと思う。だから、ほんまに
この外出自粛期間中に出てたやつ、この子見習わないなあかんねん、もうね、日本国民の皆さん、でもほんまに翔ちゃんがいたら日本はマジで良くなるから。いや、翔ちゃん、はい、マジでこれ人格者やで、これ人格者、政治家とかに向いてるかもしれない、ほんまに。じゃあ、次の問題いきます。はい、すごい。玄関さんと加納さんが川で溺れています。どちらかしか助けられません。どちらを助けますか？いやこれ嫌な質問やな。でも俺はこう答えるんじゃないかな。これできればあの理由込みで欲しいです。あ、分かった。はい、じゃあ回答発表お願いします、はい、せーの、はい、はい、僕は警察の人を呼んでね、なんとかしてもらう。あ、多分翔ちゃんは自分では助けられないことを多分知ってると思う。あー、なるほどね、なるほどね。僕は、まあ、デンガンさんですね。なぜデンガンさんの方が泳げなさそう。あー、なるほど、はい、あー、なるほどね。俺は例えば俺だけ、はい、鼻緒だけみたいなことをしないんじゃないかな。だって将来政治家になる可能性もあるレベルの人格者やから、はい、さあ、じゃあ正解いきます、はい、お、デンガンさんと鼻緒さんのどっちを助けますか？鼻緒さん。どうして？いっぱい買ってくれるから。おいおい、全然でっかいじゃんお前。さっきまでの成人ブランディングのこいつだ。それでいいねんけどな。それでいいねん。それでいいねん。むしろ、むしろ安心した。むしろ。はい、次の問題です。はい、花尾さんとお母さんとプラレール、どの順番で好き？これきついな。じゃあ回答発表お願いします、はい、せーの、はい、はい、俺は1位お母さん、2位プラレール、3位花尾さん。おお、俺はちょっとちゃうくて、ママ花尾プラレールにしようか。僕は花尾さんプラレール、お母さん。お母さんめっちゃ嫌いやん。いやでもこれ、この子ぐらいの時期の子供ってお母さん嫌いなはずなんですよ。いや俺はそうは見えなかった。まだ好きじゃん。まだ好きじゃん。まだお母さん1位な気すんねんけどな、翔ちゃんは。多分さすがに翔ちゃんは、うん、外は。でもまあ両方かわしてもでかいよ、まあまあはい、さあ正解発表します。そうなんですよ、僕とデンガさん、あれ違う回答した方がいいからね。はい、花尾さんと全員順違うの順番、私、お母さんとプラレール、どの順番で好き？花尾さん先で。え、花尾さんが一番なん？うん。え、だっていっぱい買ってくれる。おい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 、お母さんは買うの当たり前と思ってる可能性ある。それはある。月給とボーナスどっちが好きっていう。これボーナスね。確かにね、日々の月給なんかに感動せえへんけど、ボーナスは感動するもんな。いやでも、今2対2 2対2です。2対2、オッケー。でも次や、次当てた方でかいよ。はい、ですね。さあ行きます。0対0が普通なんで。問題、はい、アンパンマンが顔が濡れて道で倒れています。どうしますか？あー、お助ける気、哲学系ね。哲学系か。はい、はい、回答発表お願いします、はい、せーの、はい、はい、僕が食べてあげる。あ、じゃあ違う、俺は何もしない、うん、アンパンマンは何もくれない、何も買ってくれないから。だから花尾は助けるん。僕は食パンマンに連絡するかなと。あー、まあ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 ね。じゃあ正解発表いきます、はい、これ結構言ってほしいな。アンパンマンがね、顔が濡れて道で倒れています。どうしますか？どうせえへん。どうせえへんの？何もしてあげられない。誰か来て、来てやくれるはずだから。待っとくんで、その人を、うん、俺結構合ってんちゃう。俺合ってんちゃう。でも半分ぐらい、 0.5点はあると思う。じゃあ 0.5 点で、はい、さあ、じゃあ最後の問題です。はい、最後、俺ら 0.5 点買ってるよ。最近あった嫌なことは？あー、これは確かに俺で当てたいな。はい、じゃあ、はい、回答発表お願いします。はい、はい、せーの、はい、はい、はい、俺は、うん、花尾さんがおもちゃ買ってくれるって言ったのに買ってくれなかった。あー、俺はですね、葵ちゃんが他の男の子としてた。あ、でもなんか似てる、似てる、はい、休みになったから葵ちゃんになった。あー、まあ、あれだ。さあ、葵ちゃんか。でも結構ある気がする。どっちなんかその、この辺になんか近いものが。はい、はい、じゃあ正解発表です。はい、翔ちゃんが最近あった嫌なことは何が、なんかある？嫌なことなんかあった？最近。最近って昨日のことやろ？昨日なんか嫌なことあった？全部一日最悪やったな。全部
やんな。ごめん。だからお前がおもちゃ買ってないからや。昨日俺そんな嫌なことしてたよ。全部イエスだ。だから3つとも正解かもしれない。もう正解かもしれないよ。もう一回聞かせて今。まだもう一回聞きたい。嫌なことなんかあった最近？最近って昨日のことやろ。昨日なんか嫌なことあった？全部一日最悪だった。全部一日最悪やった。いやすごいわこれ。これ流行るな。流行る。ツイッター民好きそうですね。全部一日ハッシュタグ全部一日最悪やったで、どんな一日か書くみたいな流行りそうじゃん。これ出るとき俺ら全員でそれハッシュタグつけて、もうツイートしたいな。そうしよう。皆さんもぜひね、昨日一日あった嫌なことをぜひツイートしてください。ぜひツイートして、この動画を引用してね、ギガファイル便で概要欄でダウンロードできる。ということで、しょうちゃん王は電化キューサーチームでーす。よっしゃー。一緒に軽いのはいける。慈悲ですよ。え、慈悲ですよ。いや、いいっすよ、いいっすよ。慈悲で全然、全然いいっすよ。全然いいっすよ。いや、いい企画。でも、しょうちゃんめちゃめちゃ面白かったな、ね、この企画。クソガキだったのか、善良な子供だったのか。いや、だからそのプラマイゼロの感じがいいよね、その。だからその、だから余地を残してるのがいいよ。確かに。どっちにも触れるっていう、うん、ミステリアスやな、まだ。そう、ミステリアスやな。